結婚式でのビスマルク夫をクリスティアン・アルヒバルト、フォン、ビスマルク公爵は、ドイツの政治家、外交官、公爵。ドイツ帝国の、鉄血最小、夫をフォンビスマルクの孫の一人。ヘルベルト・フォンビスマルク公爵の長男として、ドイツ帝国、プロイセン王国のシェーンハウゼンに生まれる。弟にゴットフリート・フォンビスマルク・シェーンハウゼン、伯爵がいる。 1915年にアビトゥーアに合格した後、キールやベルリンの大学で法律を学んでいたが、第一次世界大戦で勉学が中断した。敗戦後のバイマル共和国時代にはドイツ、外務省勤務の傍ら、国家人民党に参加。1924年から1928年には、国会議員に選ばれた。 ヒトラー内閣成立後の1933年5月に国家社会主義ドイツ労働者党に入党ストックホルムやロンドンに不妊の後イタリアのドイツ大使館に1943年まで勤務した1943年11月から1944年11月にかけてはドイツ外務省イタリア委員会長官を務めた戦後は ドイツキリスト教民主同盟のドイツ、連邦議会議員を務め、ドイツ連邦共和国功労勲章を除勲した。1975年にフリードリヒスルーで死去した。ありがとうございます。